じゃああれ行くよ、なんかさみんなのネガって言ってさやっていくやつ。あれやんのかよ。緊急完成手術。うぜえ。あれやんの。ネガ。はい。かすみです。あ、みつきです。にぶぶ。せーの。パラソルです。パラソル。もうちょいちゃんと合わせてくんかい。やばいやばいやばい。もうちょっとちゃんと合わせてくんかい。最初のテンション感が合ってなかったですよ。ということで今回はめちゃめちゃ先輩のゲーム実況者さんをお呼びして、はい、なんと、アマングアスというね、宇宙人狼をやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。やばいね、もうメンツが豪華すぎてマジで緊張してるんだけど、まず僕からじゃあちょっと紹介って意味わかんないけど、皆さんちょっと自己紹介をなんかお願いしてもいいですか。わかりました。はいよ、わかりました。じゃあまずは僕から、どうも MSS プロジェクトの FB37 です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続かん、誰も続かん。続いて先輩順でお願いします。じゃあ僕から、はい、どうも日常組のピントです。よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。え、なんか俺が滑ったみたいになるよ。一人ずつ滑ってるみたいな感じだった。もう辛いからやろう、もう。続きまして、続きまして、じゃあ俺が言いますか。じゃあピクトさんお願いします。ピクトです。よろしくお願いします。お願いします。シャオさんお願いします。はい、まるの主役は我々だのシャオロンです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあリモコンさん。どうもリモコンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もういいよ、始めようぜ。自己紹介をめっちゃ地獄なんや。あ、始まった。始める始める。よっしゃ、急に始まるな。お願いします。さあ、というわけで始まりました。とりあえずクルーメイトということで、どうでしょうかね。まあとりあえずは例のごとく、あんまりその人とはそのね、二人では、おっと危ねえ、いきなり怖い、いきなり怖い。まあとりあえず生地に行こう。いえ、あ、ネガさん、ああ割とすぐね直しましたね。あれ、あんまりマップが見れねえ。はい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 、ウェポンズから行きましょうか。まあ平和にまずは直しましょうと。お仕事しましょう。今んところ派手な動きをしてる人はいないかな。割と慎重な人がインポスターをやってる気がする。ああちょっと危ないな、ちょっと怖いな、ちょっとかすみさん怖いな。いやでも今のタイミングだったら多分やるだろうな。わあ、ああ、はい、すいません。あ、はい、すいません。 FB 押しました。はい、はい、あのですね、はい、もうはっきり言いますけども、ラギさんが、はい、お前マジか。おい、ラギさんがもろ、あの排気口みたいなとこから出てきました。
おいおいおい、弁当使ってんじゃねえかよ。もうそれ完全に弁当使ってんじゃねえか。弁当完全にすみません見てしまいました。あ、じゃあもう確定ということで。いやでもあれですよ、わかんない、FB さんが。まあもちろんね、さすがに言うと、まあまあね、なんでそんなかばうの逆に。もう大丈夫ですか。ラギ君、ラギ君多分リモコン君のこと殺したでしょ、あの一番下のとこで。なんかラギ君が狙ってるの見えたんだよね。そんなにうろちょろしてて。なんでラギさん一言も喋んないの。もう僕はもうとりあえず入れさせていただきます。弁明、弁明ないの。弁明は弁明聞きたい、聞きたい、聞きたい。弁明はラギさん、弁明はうんチッポ。やべえ。はい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 、さっさとさっさと喋り合いけ、さっさと喋り合いけ。一人スキップに入れんのすごい。一人多分人狼じゃないの。入れてるの。そうだね。いやまあライジさんでしょ。こんなに信用されないの。あいつやばいな。こんなことあるんだな。さあ、あっさり信用してもらって、まあでもね。さあというわけでやっていきましょう。まあ弁当はやっぱり危険だよね。正直だってでも分かんないですもんね、そんなね。その出た瞬間ちょっとラグがあるからやっぱね、なっちゃうこともありますからね、たまたまみたいな。今もまあ多分ちゃんと確認していないなと思って出たと思うんですけども、ちょうどよく通りかかっちゃったわけですね。でここでリアクターかな。早い。かすみくん、はい、誰誰誰、かすみくんが今ね、はいはいはい、くんが今ね、シャオさんかな、殺していきましたね今。目の前で見えたわ。待って待って、これやばくない。あ、でもラギさんが死んでるから、ラギくん死んでるから大丈夫、死んでるから、もうこれかすみくん入れて終わりよ、もうこれ。あ、本当に、え、ケガさんのこと信じていい。本当信じていいよマジで。いや、これはねもう真っ白な姿で真っ黒っすよこれ。なんかある、ね、僕は、僕はまあ、まあ、今リアクターが鳴って、はい、まあ、そちらの方に行こうとして、はい、まあ、下の方ストレージとかの方を通っていったんですけど、はい、うん、別に何も殺したとか特に何もなく、そのまま通っていったって感じですね。あ、別に何もないっすね。それでシャオさんを殺して通って、いや、シャオさんは僕は見てないっすね。あー、なるほど。そもそもだと、そう、名前からしてクルーなんで、クルーメイトっすね。誰にしてんのねえ、誰に入れてんの、はい、今これポート。あ、僕はこれピクトさんに入れましたよ。なまあ、そっか。え、あ、なるほどね、あ、そういうことか。まあでもどうだろうな、これはね、まあ、信じるべきですよ、うん、僕は。まあ、いや、この状況で信じる必要はなくない？そしたらピクト君を次、ツイントさんも来たら、まあ確かにその通りですね、うん、そうだよね、ローラーでもいいと思う。ローラーでもいい、そう、ローラーでいいんじゃない。それはね、ラギ君連れてるから確かに良くない。多分ね、良くないんで、メンバーから見てもどう、これなんか、なんかあんま良くない感じ。ニブ君、一緒によくやったじゃん。ローラーは多分、いや、ニブブ君はさっきリアクターのとこ一緒に直してくれたから、もう完全に白置きしてて、フビーさんも、はい、もうさっきので白置きだったじゃん、はい、だとしたらもうローラーで絶対いいと思う。ローラーはもうローラーでいいと思う。道徳的に良くないっすね。道徳的に。とりあえず、まあ、かすみさん入れときましょうか。まあとりあえずね、はい、まあ、かわいそうじゃね、一旦。そう、一旦弱くない、これで。弱かったら一旦、ね、これで終わったら、ほらマジでパラソルゴミだよ、パラソルゴミ。パラソルゴミだ。ゴミではないと思います。ゴミだったか。嘘でしょ、パラソル。どうでしょうか。おー、あー、あー、マジで。おい、早すぎやろ。早かったね。やばいって。まあでもしょうがないとは思います、やっぱ。弁当から出てくるのやばいよ。弁当から出てくるのやばい。いや、弁当って怖いっすよね、でもね。わかるよね、だって。まあ、あれはだって、あの、出ようと思ったら、確認はするじゃないですか。確認した瞬間にちょっとラグあるから、どうしても通るのがありますもんね。いやー、確認したらいましたね。よかったね、ラギさん、メンバーで2人人狼が。いや、ほんとよかった。足がマジで。マジでやばかった。これやばいよ。で、千野さんがね、
来ています。おはようございます。おはようございます。まあ、ですね、寝る前にコーヒーをキーボードにこぼしまして、あ、動かねえなってなってちょっと萎えて寝てしまったんです。なんじゃそら。それえ今からじゃあマウスで全部キーボード使わないんですか。僕今日キーボード使えないんで、皆さんフォローの方よろしくお願いします。本当だったら怖いけどマジで。ね、割と本当なのかもしんないんだよね。ペンさんやめて。僕にチャット送るときにケジェFFFFF みたいな何か分かんない記号が送られてきてて、ほんとに壊れてる説あるね。これマップとか見れなくないですか。大丈夫ですか。大丈夫すげえ。大丈夫です。だとしても寝るな。皆様 MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。MSS プロジェクトは YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録のお願いいたします。リンクの方はこちらとか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 、あとは下の概要欄にもですね、リンクの方貼っていると思いますので、ぜひご登録の方お願いいたします。ありがとうございます。